こんにちは、こんばんは、です。今回はシャーマンキングコラボガチャ引いていきたいと思います。シャーマンキングはね、見てたんだけど結構記憶からね、こうポンポンポンってこうなんか抜けてる感じはあるんだけど、でもね、見ては見てたね、見ては見てた。で、今になるともう一回改めてちゃんと見たいって感じかな。結構ね、断片的に覚えてるって感じだから、ちょっともう一回ちょっと見たいなって感じはあるんですけど、でもね、すごくね、でも見てたはずなんだよな、見てたはずなんだけど、なんか言われて、あ、そうそうそうって思い出す感じかな。はい。で、今回もガチャ引いていくんですが、そうね、まあ、自分のね、記憶に残ってるのは、まあ、ヨウくんとタオレンとホロホロ、ここはめちゃくちゃ残ってる、あの頭にね。あとアンナかとか残ってるんで、あとハオだね。あ、これ上は残ってるわ。うん。なので、あとね、キャラは分かる、見ればね、こう見れば名前とか思い出せなかったりするけど、あ、こんなのいたなってのは思い出すかな。はい。ってことで、どっかの、ここかな、メールかな、平成最後の魔法石100個、ツイッターで出てきたのかな、パパーって、おーってなったと思うんですけど、100個ってことで、もうここ受け取って、あとログインボーナスもあるんですけど、まあダイヤ出てくるまで引きたいなって感じはあるかな、まあ、この魔法石の中でね、まあいくつか取っておきたいなってのもあるし、まあ半分ぐらいいけたらなって感じかな。はい。ってことで、とりあえず光のレアガチャからで、ガチャが結構溜まってるので、あ、これはダイヤだね。なので、マックのやつもあるので、そっちもちょっと引きながら、そっち前座で、はい、ちょっといきたいと思います。開催記念と、あとクエストでクリアできているのでって感じかな。はい、いきましょう。とりあえずね、とりあえず温めということで、ガチャドラの温め、まあ、ガチャドラの温めって言ってもあれか、コラボガチャちょっとガチャドラが違うけどね。はい、ここ行きましょう。これセレクトガチャかな。はい、ここはまあいいか、ここは言うことはブリトラ出るくんのこれ、まあまあ一応ありがとう。レベル1で引きたいんだけど、レベルあった、レベル2とレベル3が、レベル2が星6？ お、ダイエルだね。おー、ここら辺出てくるんだ。あれ？ここら辺いいよね。はい、ありがとう。で、レベル2が星 6？ 確定。で、レベル3が星7確定。だったような、フレイ。一応ちょっとつけとこう。まあ、これまあ前座だからね、前座。星6確定。一応フェスゲンもペルセポネは、そうだね、初めてだよね。案外いないんだよね。ってことで、レベル3かな。もっこのメタルドラゴンの方はまだ来ていないと。はい、星7確定。はい、行きましょう。フェスゲンもいるよ。マルとかもいる。なるほど、こういうのもいる、こういうのもいる、いますね。はい、ありがとう。ってことで、メタルドラゴンはね、また後で来ると思うんですが、シャーマンキングコラボガチャ引いていきたいと思います。まず無料分からね、いきましょう。開催記念のやつ、ログインしたらもらえるやつね。 OK。 で、1回だけね引いてます。1回だけ引いてる。何が出たんだっけな。はい、なのでガチャで言うと、これが3回目かな。メール、メール、あとは魔法石使ってたね。はい。で、武器もあるから、それも欲しいんですが、いきましょう。魔法石6個ね、6個いきましょう。サブアカがね、タオレンとヨウくんとハオかなが出たんで、こいつかな、違うな、
出たから100個配られてね、半分ちょっとぐらい使って、なんでまあこっちもそれぐらいの引きができないかなと思ってるんだけど、ダイヤ見たい、ダイヤが見たい、ダイヤが1回入れておっと思ったらダイヤに もう1回連続で出るみたいなね、そんな感じだったんで、まあ、そう甘くはないんだけどね。はい、何回目かわからん、6回目ぐらい、これはこれだったかな、そうだね。はい、まあよければ半分ぐらいは残したいんだけど、まあ、20残しぐらいかな。まあ、レイは最初の魔法石100個とかね来てくれないかなとかっても思いつつではあるんだけど、これは初めてかな。マルコ行きましょう。ね、1台は来てくれますかね、くれるかな。いや、引けてない子いるよね、星5でも。行きましょう、あと10回か、全部使うとしたらね。結構甘くないいいのかな。あ、なるほど、ちょっと拡張するか。 OK、 行きましょう、あと9回か。ダイヤダイヤ、さっき続いて、おお来ましたよ。あ、ハオですね、ありがとうございます。でこれでさっきフィッてやったらダイヤがもう一回プローンってきて、 こんな感じ、これ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 、あ、タオレン、ありがとう。でさっきはこれで金卵が出て、その次ダイヤだったんだよね。そう、サバーカのお話です。お、ホロホロ、これはね結構記憶に残ってる、あのスケボー乗っててね。だよね、そうだよね。もう20個ぐらいまでいっちゃうかな。15個、10個残そう、2桁残しで。ヨウくん欲しいもんね、やっぱり主人公だから。すごくない、かぶってるアンナ、あれすごくない。ちょっと待って、あと10個切らないぐらいでいきましょう。いや、ここら辺売るのちょっとやだな。まあちょっと武器にもねあれだと思うんで、あ、一回拡張できるか。はい、ってことで、あと2回かな、あと2回いきましょう。あと2回ね、あと2回だと1個切っちゃいますが、うん、あと2回でいこう。主人公欲しい。お、これ出にく、超出にくいやつだよね。 3. 何パーをオパチョ、またラスト回しますね。ストライクショット、はい、行きましょう。オッケー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 からの、ありがとう、ストライクショット、これも勝ちです、これは勝ちですね、ありがとうございます。ってことでこれですね、オパチョ 3.5%、 うん、星6よりちょっと出るよってぐらいですね。あと 14% なんだね。ちょっと待ってよ、アンナ、ハオで、ヨウくんで、タオレンでしょ。あれ、この方だけか出てないの。ああ、なるか、結構いい引きしましたね、ありがとうございます。オッケー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 。あとここからはね、石貯めるっていう作業に入るだけなんで、ああよかった、ありがとう、ありがとうございます。ってことでこんな感じですね、12351018か、無料も入れて
19だね、1個引いてるんで、ここだね、引いてるんで、19回ですね。19かっこメールで2回引いて、りょうくん、オパチョとタオレン、レンですね。ホロは違う、記憶に残ってるキャラですね。でハオですね。あとアンナだ、ここね。はい、で一応こういうキャラもさ、こういうキャラじゃない、今回がまあ進化前、まあ進化でいいのかな、このキャラが違うからね。しかも阿弥陀丸か、これもちょっとつけたいよね。あの気持ち的には断片的に覚えてるからあれなんだけど、あのここもさ、あのタオレンにこの武器をつけたい、この子の武器、そんな感じだよね。ヨウ君にこの武器をつけたい、そんな感じな気持ちはあるけどね。はい、ってことでこんな感じかな。はい、ガチャ動画で11分ってなかなかだね。まあ10何回引いてるからね、結構あれだけど、まあ星5は、まあ、かぶりはしましたけど、まあ、オパチョも無事ゲット、はい、できまして、あとは星6かな、はい、の子もかぶらずゲットできてということで、ありがとうございます。これはもう個人的にめちゃくちゃ、はい、当たり、いい引きだったかな。ここだけレベルが最大じゃないんだね、ここね。はい、ってことで、シャマキンコラボ、まだありますね。ガチャ自体は撮ってる段階で約2週間ぐらいありますので、動画出してる段階だとどれぐらいかな、1週間はありますね。はい、1週間は全然ありますので、パワーアップありますので、とりあえずログインすれば1個もらえ、ガチャ1回引けて無料で、でクエスト結構簡単だからね、クエストをクリアすると、一番上かな、クリアするともう1回引けるので、一応無料で今のところ2回は引けますの で今ログインすると100個もらえるよと。これも期間があったと思うんだけど、とりあえず100個今ログインするともらえるので、その100個もらってシャーマーキング引きましょうって感じだね。まあでも5月に向けてちょっとやっぱ貯めたいっていうのもあると思うので、まあ、そこはちょっと計画的にって感じかな。はい、ってことで、今回はシャーマーキングコラボガチャ、18連かなの動画でございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。